福福、東京号三電交通ドリーム福福号中国 JR バス福福、東京号は、かつて東京都、横浜市と山口市、宇部市、山陽をのだし、下関市を結んでいた夜行高速バス路線の愛称である、西日本鉄道が運行する博多号に次ぐ、日本で2番目に長い距離を走る夜行高速バスであった。 ただし始発から終点までの所要時間の面では、博多号を上回り、日本で最も所要時間の長い高速バスであった。博多号同様、九州地方からの利用者も多かった。また、JR バスの最長距離路線でもあった。JR バス側では、ドリーム福福、号という愛称を設定していた。また、福福号、福福号東京と案内されることもあった。2代目。 ドリーム福福号の車両 JR バス関東夜行、高速バスとしては初めてダブルデッカーを投入した路線である。当時、すでに最長距離高速バスの博多号が運行されており、長距離路線ゆえに後部サロンを設置したことが話題になっていたが、この路線ではダブルデッカーの1階席をすべてサロンとして設定することで、さらにフリースペースを充実させる方策を取った。 その後、JR バス関東では1996年にボルボアステローペを投入しているが、ダブルデッカーアステローペともこの路線で初めて導入され、いずれもその後の JR バス関東の高速バス車両として大量導入された。しかし車両更新時には、三連交通の車両は博多号とほぼ同様のスーパーハイデッカーとなり、サロンは縮小された。また、 再三面から JR バス関東から中国 JR バスへ移管に変更され、この際に JR バス担当便ではサロンも廃止されている。その後も季節直行便の廃止、運賃の見直しや東京側の拠点に横浜駅を加えるなどの収支改善策を施してきたが、いずれも再三面での抜本的な改善策にはならず、2006年11月30日、 出発便限りで廃止となった。背景には2006年3月16日開港の北九州空港と東京国際空港を結ぶ新規航空会社スターフライヤーの存在、あるいは燃料費の高騰や車両更新の時期が迫っていたこと、さらには旅行会社が企画するツアーバスの参入がある。廃止前年の2005年には東京下関間の寝台特急朝風が廃止された。 なお、東京山口間においては、傍聴交通の、ハギエクスプレス、高速ツアーバスから乗り合い移行した、OTB ライナーの二路線が代替する形となっている。3電交通車両については、初代の車両は、山口22、う2759と、山口22、う2790の2台だったが、1993年に、登録記載事項変更によって、登録番号を、 山口22、九1929と山口22、九1934と変更された。また、末期にはご当地ナンバー導入に合わせ、下関ナンバーに変更した車両が運行されていた。路線廃止直前の状況。太地は停車停留所。山口県内のみの利用負荷。1日1往復。ありがとうございます。